はい、皆さんこんにちは、大瀬です。今回3月の15日水曜日に行われました B リーグ第24節琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィン戦、結果としましては終盤名古屋の猛追を振り切った琉球ゴールデンキングスが見事この西地区上位対決勝利いたしました。今回の勝利で琉球が3シーズンぶりに名古屋に勝ち越すことができました。これで琉球西地区の優勝戦線に残れたという一つの実績がございます。またこの琉球対名古屋の感想述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回の琉球対名古屋、名古屋とは最後の試合になりまして、琉球も名古屋もお互いベンチ事情が少し違う様子となりました。まず琉球としましては今回コー・フリッピン選手がベンチから外れまして、特別指定選手とユース特別枠の須藤選手と平選手が今回ベンチ入りしました。一方の名古屋が注目に挙げていました斉藤選手、伊藤選手、レイ・バークスジュニア選手が怪我の事情により試合に出ないということになりまして、前回の動画の見どころはちょっと見れなかった形になりましたけれども、名古屋としてこの少ないメンバーで勝とうとする、力工夫がこの琉球に襲いかかりまして、またそれは後ほど言うんですけども、このいつもと違う様子のお互いのチームの出だしがこの琉球と名古屋面白いポイントでございました。琉球としましてこのスタートがついに変わりまして、岸本選手ではなく田代選手が入り、そして牧選手がポイントガードを担うという、ここ最近注目の琉球ゴールデンキングスの戦術を見ることができました。一方の相手も斉藤選手、伊藤選手がいないので、中東選手がボールハンドラーとして活躍する場面があったんですけども、ここは琉球の牧選手のポイントガードとしての活躍が一つ目立ったところかなと思います。牧選手がスペースを見つけたら切り込んで、そこからのアシストで得点を量産する姿がございまして、琉球がここでこの身長が高いメンバーでこのゲームを運ぶことができるというのが琉球としては武器になるかもしれないですし、またこの試合でクーリー選手がインサイドの強さをいかんなく発揮してくれたことが嬉しい限りでございます。前回の天皇杯千葉戦ではこのクーリー選手のインサイドのプレーが封じられてしまって、クーリー選手としては少し不完全燃焼だったかもしれませんが、今回の試合ではリバウンド14個獲得しまして、得点も2桁復活、そしてこのクーリー選手のインサイドプレーでファールドローンを稼いで名古屋の選手にファールを与えるということができたので、クーリー選手の本来のプレーが名古屋戦で見れた形になったと思います。また相手名古屋としてはこの少ないメンバーで勝つ工夫としては、オールコートでプレスに当たりまして、でオールコートからハーフコートに切り替わった時には2-3ゾーンだったり3-2ゾーンで琉球のオフェンスを対抗しようとした形でございました。途中ディフェンスの強度が強くなりまして、琉球がターンオーバーして、そこから今回の試合ちょっと琉球のターンオーバー、名古屋のターンオーバー、お互いターンオーバーが目立ちまして、なかなか点が入りづらい展開というのもございました。そこでこのターンオーバーの最中こじ開けたのが今村選手のプレーでございます。やはり今村選手が安定したプレーでアウトサイドから射抜くポイントもございましたし、今回24秒が終わる間際に今村選手がコーナー3を一発で決めるという、この今村選手の勝負強さも今回見れまして、この今村選手の得点力にさらにクーリー選手のインサイドの強さ、名古屋のディフェンスを攻略することができました。また名古屋としてはゾーンを引いていますので、そこはインサイド対策もあったんですけども、今村選手、そしてベンチから登場しました松脇選手が3ポイントを決めて名古屋のゾーンをかいくぐるという場面がございました。そして今回この琉球新たな戦術パターンとしまして、カール・トマヨ選手が3番ポジションで活躍する場面、そして渡辺飛勇選手の活用、まずはカール・トマヨ選手、このカール・トマヨ選手が出た時この琉球の3ビッグっていうのが本格的に始まったなと思います。このカール・トマヨ選手が3番ポジションで勝つ、時にはスイッチして相手のインサイド選手に対応できるというオプションもつけての戦術が琉球としては新たな挑戦、これが琉球どれだけ完成度高めていくかっていうのも注目になってきますし、今回名古屋戦ではこのカール玉代選手が3番ポジションで
活躍しまして、まあ、シュートももちろんなんですけども、ここはクーリー選手得意のクリアアウトで相手ディフェンスを追い出して、カール・タマヨ選手にアタックのラインを作ってくれるコンビネーションを見せてくれまして、カール・タマヨ選手インサイドアタック見事に成功しまして、場を雰囲気盛り上げることになりました。そして渡辺飛勇選手も琉球のインサイド陣を休ませる時間帯を作ってくれまして、この2人の選手の活躍活用法が今後琉球の終盤戦勝ち抜くための一つの戦術であり、まだまだ完成度としては低いかもしれませんが、このカール・タマヨ選手そして渡辺飛勇選手の琉球ゴールデンキングスのシステムにどれだけマッチしてこの起用法が適用するかにより相手がこの戦術対応としての幅を広げること、相手を疲れさすのにこのカール・タマヨ選手渡辺飛勇選手の伸びしろというのが今後の試合重要になってきます。そしてこの伸びしろっていうのが今回初めて名古屋戦で披露されましたので、今後の試合でもこのカール・タマヨ選手渡辺飛勇選手の2人の活用が注目になってきます。で、第4クォーターでこれちょっと追いやられてしまったんですけども、まあ、琉球としてはセカンドユニットもしくは外国人選手が1人しかいない時間帯が少しやられてしまったポイントだと思います。そのポイントで、琉球ゴールデンキングスが13対0の、まあ、ランを決められてしまいまして、2桁差まで離していたんですけども、この第4クォーターで名古屋ダイヤモンドドルフィンズの本来のオフェンスが蘇りました。ここまで3が不調だった須田選手も3が入り、中心プレイヤーでございますコティ・クラーク選手のタフな3ポイントも決まり、エサトン選手が積極的にオフェンスリバウンド絡んでいって、まあ、得点を入れたり、琉球としてはやられたくないとこで、まあ、得点をやられてしまって、その名古屋のオフェンスがあったから今まで入っていたシュートが、まあ、リズム狂って入らなかったという、この第4クォーターでは少し後手後手に回ってしまうところがございました。まあ、琉球がターンオーバーをしてどれだけ自分らで立て直すかっていうのもこれまた一つ課題でございますし、この4クォーターを、まあ、当然克服しない限りやっぱチャンピオンシップ勝つのが難しく感じてしまいますので、まあ、琉球としては残りのこの試合セカンドユニットもしくは外国人選手が1人だけのオンザコート1の時間帯どれだけ我慢できるか、どれだけ相手に流れを与えないかというのも一つ課題が見えたところかなと思います。まあ、その最中、まあ、第4クォーターでここぞという時に岸本選手の、まあ、3ポイント決めてくれまして、やっぱりこの精神的支柱である岸本選手中心に、まあ、最後はレギュラーメンバーが戻って、この約4分間この得点がなかったんですけども、ここは名古屋に一つ、差を突き放して最後は逃げ切るという形となりました。そして最後になんですけども、残り24秒少しの時に特別指定選手の平選手が登場しました。点差で言ったら2桁もない点差だったんですけども、ここで平選手出すってことは桶谷ヘッドコーチ勝てるという自信があったからこそ平選手を起用したのだと思います。相手がファールゲームで時間を少しずつ止めるさなか、ラス1のファール直前に岸本選手が突破して、平選手が3を打つ、まあこれ惜しくも外れたんですけども、エンドライン付近から強烈なパスが飛び出して平選手が掴んでそのまま行ってくれたらよかったんですけども、まあちょっとこれは緊張が見えまして、平選手が、そのままボールが流れて、まあ、それで試合終了という形となりました。まあ、平選手としてはこの貴重な経験、わずか24秒弱1分も満たない時間なんですけども、プロの初の舞台に立ちまして3を打つという、まあ、経験、まあ、入らなかったのは本当に惜しかったんですけども、まあ、見てても、まあ、緊張がとても強く出ていまして、今までのアンダー15、18カテゴリーの試合だったり、まあ、開志国際の試合でも十分緊張大舞台なんですけども、そのトップレベルの緊張がこの平選手今回味わえたことになりますので、平選手はこれ貴重なこの試合経験が出れてよかったと思いますし、こんな楽しい時間貴重な時間を、まあ、経験できるのはいいなという感じもございました。まあ、琉球としてはこのように新しい選手の起用だったり、牧選手のポイントガードの挑戦だったり、ここぞという時の切り札としていろいろカール・タマヨ選手、渡辺飛勇選手、そして牧選手の起用方法が十分に効果あると思いますので、まあ、琉球は今後の試合展開、切り札の完成度どれだけ上げるか、これまた見届けていきたいなと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。